山ん中では飲まず食わずで死んだのは何万人おったやら、うん、ひどかったに、下のものを食って取ってでも食いたかったけど、誰一人物を持っとる人は一人もおらなんだ。本当にひどかった。なんとかして命がつないかなと思って、あっちにもこっちにも、まず猿の食っとるもんだったら何食ったって平気ですわ。ああ木の新芽ならほとんどもう平坦に通った後は新芽はありません。あら、ひどかったです。